番前から楽しみにしていたこれが発売されたのでちょっと買ってきました。こちらです。じゃん、ペヤングマックス辛さ、ペヤング焼きそばもっともっと激辛マックスです。言えた。あのペヤングの焼きそば何度か食べたんですけれども、激辛カレー味とか本当に辛いやつとか本当に辛かったんですけど、それをさらに上回るものが出たということで、これはちょっと試してみようと思って買ってきました。辛いの大好きなので、ちょっとじゃあ行ってみようと思います。よし、開けます。なぜお風呂で撮っているのかというとですね、あのもしものことがあると困るので、もしものことがあると困るのでお風呂で撮ってます。じゃあ早速開けてみようと思います。形だと難しいね。あ、中は火薬と激辛ソースだけですね。それではお湯を入れます。難しいね。ペヤング激辛もっともっとバージョンってことで、もっともっとということはもっともっと銀河の果てまで熱い夢を思い寄せ All I can do あなたな。じゃあ3分そろそろ経ったのでお湯を捨てていきます。しまったー、しまった、火薬を入れ忘れた。今入れました。片付けで、こんな感じです。ちょっと混ぜてみます。めっちゃいい匂いする、美味しそう。あー、めっちゃ楽しみ。美味しそうだね、いい匂いがするね。よし、いい感じに混ざりました。こんな感じです。色はそんなに辛そうでもなく、本当に普通のお蕎麦色です。じゃあ早速食べてみたいと思います。美味しそうだね。いただきます。いただきます。なんで辛いのかわからない。こんなに辛そうな色じゃないのに、なんで辛いかがわからないのに辛い。いただきます。蜂蜜が大好きで、本当に蜂蜜が大好きなんですよ。ちょっとかけますね。蜂蜜をちょっとかけました。これで食べれるようになるんではないでしょうか。いただきます。あれ、おいしい、おいしい、あれ、おいしい、おいしい、おいしいけど、あのすごいトラブル発生というか、これ多分あのですね、激辛ソースをこの中に入れようと思った時にちょっとこぼしたんですよ。で、湯船の中に激辛ソースが入ったんですよね。ちょっとだけなんかお湯が痛い。え、こんなに影響が出る。お湯がね、
痛いんですよ、ヒリヒリ。なんかもしかしてこれマジです、お湯ですから、ん、激辛ソース入浴剤風呂みたいになって、なんか肌がピリピリしてきました。これやばくない？大丈夫？でも汁と厚みがない分、歴代の激辛に関しては、あれ、歴代の歴代の激辛の中ではまだマシな方です。でももうね、なんだかんだ言いながらも最後の一口ぐらいまで来たので、一気に食べてしまうと思います。あと火薬を後で入れてもそこまでなんか問題なかったです。今ピンポンって宅急便が来て、三脚受け取れそうです。よかった。はい、ということで、あの完食したんですけれども、あの宅急便の人が来たのに水着をこんな時間に部屋で来て、汗だくでもうハーハー言いながら出て、本当に変質者でした。恥ずかしかった、もう本当に恥ずかしかったです。はい、ちなみに宇城和樹 T シャツです。はいはい、ということでですね、蜂蜜を入れたら美味しかったです。でも辛いものに蓋をしただけで辛いことには変わりません。あとピルクルは美味しかったし、糖質オフです。糖質オフカルピス、すごい。あとやっぱりお風呂の中にね、こぼしてしまったのが肌肌しく痛くて、あヒリヒリするんですよね、めっちゃ。いやー、皆さんお風呂でペヤングの激辛を食べるときは、激辛ソースのタレこぼしにご注意ください。体にダメージを負います。あと宅急便が来た時水着になってるのはダメですね。はいはい、ということでありがとうございました。宇城和樹でした。毎日 YouTube 投稿しております。これからもよろしければお願いします。チャンネル登録、高評価、コメント、いいねとかいろいろお願いできますと幸いです。それではありがとうございました。宇城和樹でした。また明日。赤い。